ASU-57 はソビエト連邦で開発された対戦車自走砲。空挺戦車としての運用を念頭に1947年に開発がスタートして1950年代 -1970 年代にかけて使用された。ソビエト連邦軍は第二次世界大戦前から空挺戦車に興味を持ち、その種の車両をいくつか試作した。 中には戦車に飛行翼をつけ、爆撃機に牽引してもらう奇抜な飛行戦車、アントノフ KT-40 のような車両も含まれていた。ただし、ソ連軍は独ソ戦を通じこの種の車両を量産、配備することはなかった。終戦から2年経った1947年、軍は空挺部隊向けの対戦車自走砲の開発を決定した。 計画案には 76.2mm 対戦車砲を搭載した方と 57mm 対戦車砲を搭載した方が提示され、それぞれアストルフ設計局、クラフチェフ設計局が担当した。クラフチェフ案は、水陸量用性能を持たせ、また、派生型の開発を見越した設計となっていたが、性能が軍の要求したものに届かず、対照的にアストルフ案は、 堅実な設計でエンジンや足回りを既存の車両と共有化することで機械的信頼性を高めていた。最終的にアストルフ案が採用され、この車台に 76.2mm 対戦車砲より威力のある CH-5173 合計 57mm 対戦車砲を搭載することになり、1950年に ASU-57 として正式化された。ASU-57 は、対戦中にソビエト連邦軍によって使用された SU-76 対戦車自走砲によく似ている。エンジンは、車体前方に設置され、また、戦闘室は、開放式であった。本社は、当時の輸送機の能力に合わせるため可能な限りの、軽量化を図っていた。そのため、走行が、 犠牲にされ、その厚さは 6mm と、小銃弾や砲弾の破片にやっと耐えられるレベルであった。さらに、航空機などで多用されているジュラルミンも使用された。この努力もあり、重量は3.4トン以下に抑えられている。手砲の CH-51-57mm 対戦車砲は、独素船で使用されたジス -257mm 対戦車砲を改良したものである。 CH-51 は1000メートルで約100ミリメートルの装甲板を貫通する能力があった。法は左右8度上下プラス12.5-4.5度の範囲に施行できた。ASU-57 の生産は1951年から開始されており空挺手段所属の対戦車大隊に配備された。西側は1957年に 本社の存在を確認した。当初、アメリカ製爆撃機 B-29 をソ連が、コピーしたつマイナス4爆撃機の翼下に、パラシュート付きアルミコンテナに収められた2両を搭載し、投下地点でコンテナを投下することになっていたが、1959年に、大型の輸送機であるアン1 2が配備されると、機内に搭載されて、機体後部にあるドアから専用の課題に搭載されて、 空中投下される方式に変更された。ちなみにこの課題は、パラシュート効果の後、着地時にロケットブースターを逆噴射させることで、着地のショックを和らげるようになっている。ASU-57 の生産は、後継の ASU-85 の登場により1962年で打ち切られたが、1980年代まで使用は続けられた。ソビエトのほか。 エジプトでも少数が使用された。ありがとうございます。